はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、アチェでございます。PC88 のISO2 ですね、とうとうパート30までいっちゃいました。今の状況と言いますと、ちょっとおじいちゃんに呼ばれてね、帰ってきて、僕だよタルフだよ、君が村を去った後ローブをまとった男が現れて、いろいろと君のことを聞き回っていた、怪しいよと思って後をつけたらこの村にたどり着いたんだ、その男は神殿の中へと入っていったよということでね、タルフって誰、覚えてないですね、タルフ誰、どこの誰、どこの誰だ、もう会話してもね、同じことですよね。溶岩の村かな。で、それが何ですかっていうところなんですけどもね。何これ結局。入っていったからどうなのっていうところかな。それ聞かせるためだけにわざわざ戻ってきたのかな。まあこれで中のフラグが進んでるのかもしれないですけどね。これはないやろ。何も会話変わらんし。もう一回こいどうやって行こう、どうやって行ったんやろ。そっか、もう一回来るネックレスかけたいのか。私ですよというところでね、またネックレスかけますね、ワープしないとね、めんどくさいなこれね。ゲームペンなんてワープして、シークが長めのシークで、ですね、今度は左行ってみましょう、さっき右行きましたからね。何かあったらラッキーですね。あれ来たような気がするでもない、どこ、これどこどこ、また死なないのが続くんですねこれね。痛いなぁ。これはどこかな。なんか出てきた。死ぬって。こうなってるのかな。なんか見覚えがあるなぁ、この敵。なんか昔、見覚えがありますかね。レベル上がったラッキー。いけないですね。ちょっとね、セーブさせてくださいね。レベル上がったんで。死ぬ。どういったんやの？ここは行き止まりか、違うな。下を入れるんで、上行く、ここか、ゲーム一緒か、違うな、どこ、これどこなんだ、なんか水見てるからわかんな、もったいないんで倒しましょう。でここかな、一本道ですね、ちょっとね、これさっき来たとこか、さっき来たとこですねこれね。また飼育入った、これで先んとこかな、なんかそんな気がしてきた、ですね、先んとこですねこれね。どうしたらいいんだろう、行き止まり、
クロードくんが切り替わるわけではないか。攻撃されないとこからね、高いところからこうね飛び道具でやるってね卑怯ですけどね、安全ですよね。はい、ここはどこなのかな。ちょっとね体力回復させてください。外でバンペイ2人の話し声が聞こえる。しかしアドリは何を話しているのかわからない。それはこれしかないですよね。さっき俺はキースとかいうやつを発見して後を追ったんだ。だけどこの先でまんまと逃げられちまったよ。水路強制室の鍵がなくなったんだという。キースとかいう魔物をかっぱらったんだ。ああ、とりあえずキースに会えてくるんですね。で水路強制室なんで、あれですね、水路、水をね、落とせるような気がします。まあ、落とすというかね、水をなくして、わわ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 わ。あ、まだ飼育してるな。あ、なんかいい感じ。痛いわこれ。ちょっと体力回復したいな。ここら辺で大丈夫かな。うわなんかやだやな。あ、こうやっていけるな。来ましたね。ちょっとねこのゲームねスクロールするその場所というかね結構端の方行かないとスクロールが開始しないんでね、重めにしていっちゃうとね結構痛いようにするんですよね。なんかね、こういうのはね、大抵端の方に行けば、なんかね、あるような気がしてるんですけどね。あ、やばい。やばいわ。どっから来たか分からないと思った。どっから来たっけ？どっから来たかな？うわぁ。戻らんとあかんような気するんで、これ。あらら、これ行ったよね。あ、これ行ったら、あらららら、あらららら、あらららら、何が正しいの？どれがいいんだ？こっちでいいのかな？あれ、どっから来てどこに行ったらいいんだ。どこに向かってんだ。やばっすね。行った。これ戻るのかな。でもないか。どっから来たっけ。あれ違うよな。おお、なんかあった。君の声は溶岩の牢屋で聞いたことがあるな。俺はキースってんだ。今さっきバンペイに見つかって追われてね、しばらくここに潜んでることにしたんだ。君は大域へ行こうと思ってるんだろ。あそこ行く道はどうやらこの水路しかないみたいだ。ここに水路調整室の鍵がある。その部屋では水路の水をコントロールすることができる。そこで水すっかり引かしてしまってから床を立て大池へと入ればいい。おー、水路室の鍵というのはひょっとすると、これひょっとしますよね、
竜の紋章でもあったらね、ほら水流が掘り込まれているってね、これ来ましたね。もう探索してませんけどね、飛んじゃいましょう。あらら、しかしまあこんな広いもんがですね、320キロバイトのフロッピーに入ってたもんですね。ちょっとねびっくりしちゃいますね。正直ね、今ね、私、まあ、どうでもいい話なんですけど、プログラムしてるとね、結構1メガって軽くいっちゃうんですよね。それに比べたら、ようこんな内容をね、320キロバイトの、フロッピーディスク2枚組でよく出せましたね。それはすごい、いたたたたたた、素晴らしいと思いますね。ああ、チャーマートップなんかもちょっとしゃないので、はいはいはい、ちょっと今よく考えたらセーブしてないんでね、死んじゃったらどうしようか思ってるんですけどもね、死ぬことないのかなと思いつつもね、とにかく水流のもう水路調整室、向かわないとダメですね。多分左上の方に一遍迂回してからですね、右上の方に行くべきだと思うんですよね。ゲゲ、ちょっと貧乏症が出ましたね、すいませんね。あー違うって、ここありゃ、もういいや、あー違った、うわー、どこだ、とにかく戻らんといかんので、こっちの方がいいような気がするな。あー違った、また違った、あー違う、こっちじゃない、そうそうそう、こっちでいいんじゃないでしょうかね。よいしょ、こっちじゃないかい、うん多分ね。お危ない、てか痛かった、あやだやだ、で、あうんうんうん、おてろてろ、でこっちですね、おっしゃ、いたなんか怖いんでちょっとセーブ、多分大丈夫だと思うんですけどセーブしますね。パネルを押すと低い金属音が響き、やがて水が荒れ狂う音が鳴り始めたということで、これでね、あ経験値が入った、はいはいはい、あー引いた引いた、水引いたわ、どっから置いたらいいんだろうね、どこ行ったらいいんだ、まだ強いな。よし。よし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 。降りれるとこまで行っておいたらいいんでしょうね。これね。わあ、痛い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 。痛いな。あれ、どんなとこ来たっけ。あ、嫌な予感。あ、やっぱり。ああ、やっぱりだ。あららら。お怖い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 、あーどっかから降りなあかんねやけど、降り場所あったやんな、こっちからもね、あらららら、あやばい、もう時間の方がですね結構やばいんでね、あここか、あで今日はねこの辺で終わりたいと思います。イース2のパート30 PC88 版ですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。アチェでした。